何？何？四月ですね。今日四月三日なんですけど、はいはい、何の日か知ってます？四月三日あ？誕生日とかじゃないし。違う違う違う。え分、ー、かんない。何？四月三日は今日はおそらくそろそろ携帯うちにも記事が載っていると思いますが、うんはい、ギャラクシー S 二四シリーズをいよいよ発表ございました<ー>、はい。えー、ちょっと。 あの詳細な情報はまだこの今番組を収録している段階では得ておりませんが、はい、去年とで、ね、同じパターンで言えば4月の中、まあ、れ辺かちょっと後ろぐらい16日あたりに出る発売になるんではないかなということなのでせっかく、S「S23FE」がいいかもって言ったのにもう振り向きもしないんで <laughs> まああの。ということで多分 S24 が、はい、だ連休までには調達する。うん、あの5月の ゾロまでにはまあ、まあ、とりあえず何とかぜひお買い求めだければと言いつつ、えー、番組でもあの、まあ、ちょっと発売されないとねちょっと今いろいろ手に入らなかったりするものもございますんで、うんはい、それも含めてちょっとまた、はい、番組でも次回次回ぐらいかな、まあ、4月の後半ぐらいにか連休ぐらいには何とかしてあのご紹介したいと思いますのでそれはお楽しみということで今日は全然違うネタでいきます。はい オーリン高い機能携帯しようぜ。今回ご紹介する端末は。 ソフトバンクすみっこ暮らしスマホまずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 166mm 幅 77mm 厚さ 7.8mm 重さ 184g ディスプレイ6.7インチフル HD プラス UKL2400×1080 ドット Android 13搭載 CPU メディアテックリメンシティ700オクタコア内蔵メモリ RAM4GB s i m はナノシム e シムバッテリーは 4420mAh アウトカメラは5000万画素200万画素200万画素のトリプルカメラインカメラは800万画素マイクロ SDXC メモリーカード対応となっております今回はソフトバンクからめっちゃ可愛い端末をご紹介ですみんな大好きスミックグラスとのコラボモデル早く見たーい 携帯ピックアップです今回ご紹介する端末はこちらソフトバンクスミッコグラシスマホですカラーはこちらのクリーム一色になりますかねはい、はいえー、ソフトバンクから発売されたスミッコグラシとのコラボモデル、はい、なんと3000台限定お<ー>かつ限定なんだソフトバンクオンラインショップ限定販売、うんうん になります今日はこちらをご紹介したいと思いますはいなかなかめっちゃインパクトのあるモデルですよねこれまあねいわゆるそのキャラクターものの端末っていうのは、うん、まああの携帯時代からもいろいろ取り上げてきた記憶はあるんですがかなりインパクト強めの端末が出てきたなって感じですね。 えーまあ、これを本当にこの番組でやるのかみたいなところあるんですが<笑><笑>まあでもやるだろうっていう話でですね、はいはい、一応まああの隅っこ暮らしスマホということなので、はい、一応勉強をしてきましたんでのまず、うん、隅っこ暮らしって何やねんって話なんですが <laughs> 3X っていうキャラクターデザインを、まあうん、使った、まあうん、コンテンツビジネス、まあ、要するにだから。 まあ商品だな文房具とかもそういうのも含めてそういうものに対してキャラクタービジネスを手掛けているまあ会社が扱っているキャラクターが「すみっこ暮らし」というキャラクター「すみ、うん、っこにいると気持ちいいの?」みたいな話のキャラクターなんですが。 フリーイラストレーターの横溝由里さんんというう方があの作られたそうなんです、うん、まあこの方は実は今、まあ、フリーイラストレーターって話したんですけど実はもともと 3X のデザイナーの方だったそうなんですけども、うん、その方が作られて、えー、徐々に人気が出てなんだけど確か映画にもなったのかな。うんうん っていうぐらいまあ人気のキャラクターということでございます。文房具グッズとかはい、はい、そういうのもいろいろありますよね。あるあるある。ね、はいそうです本当にいろんな商品に展開されてるんですけど、はい、この 3X っていう会社さんはですね<ー>企業さんはあのこの住みこ暮らしだけじゃなくてまあ名前を言うとなんかみ皆さんああって思うと思うんですけど実はあのタレパンダとかリラックマとかの<ー>出した会社でもあるそうなんでだからまあそういうのをいろいろ 出してくることでまあそのまあ売り上げ伸ばしてきたということで住みっ子暮らしは2019年に関連商品の売り上げが200億を突破したそうなんでめっちゃ文かってますやんみたいなお話なんですけどもちなみにこれはどこの製品なんですかソフトバンクの製品なんですけどメーカーとしては実は前回取り上げた「安心ファミリースマホ」と同じ ZTE さん ということになります。ただ ZT さんが製造を担当しているんだけど、まあ、商品の企画とかはまあ基本的にまあソフトバンクさんっていうことになるんですがただまあハードウェアの基本構成は安心 ファミリースマホ、絶対ご紹介した分と、基本的にはほぼ共通と思っていただいていいです。うん、あの、同じって言っちゃったあれなんだけど、まあ、まあ、ほぼほぼ同じ感じだと思います。なるほどはい。オンラインショップで三千台限定って、これなんでなんですか。住み込みスマホに限らないんですけど、はい、実はあの。もし全国のソフトバンクの取扱店で、うん、販売するってことになると。ソフトバンクショップだけでも、全国にまあ、二千店以上ありますから。 当然そこにデモ機を置かななきゃいけなくてある程度在庫もそれぞれの地域ごとに持ってなきゃいけないので当然それだけコストはかかりますよねってことになるんでそれはつく要するにものとして作るわけなんでそうするとやっぱりまあそこにはいろんなコストが当然かかってくるわけですからまあそれはまあちょっとねっていう感じでところはオンラインショップ限定にするってことはある程度それで3,000台限定にすればまあ まあ、コストも抑えられるっていうのもあるし、うん、特にあとキャラものキャラクターものってね結構厄介なのは売れ残ったりすると万が一ねそうに、ん、ちょっと割と売り切りにくいわけですよ。うんはあはい 例えばたくさん作って100万台作りました、うん、すみません住み子暮らしじゃあ一番悩みましたじゃあしょうがないんでそれはじゃあいろんなところで1円で売りますっていうとそれは今度キャラクターの会社からいや勘弁してくださいよって話になるかもしれないのでい、ね、そういう意味合いも含めてやっぱり手堅く売るっていう意味で言うと、まあ、オンラインショップ限定ということで今回は3,000台限定ということになったております。 てお話ししましまたけど幅 77mm 高さ 166mm のちょい大きめサイズ、うん、で厚みはこれは 7.8mm で重量は 184g なので同じぐらいのディスプレイを搭載している iPhone15Pro よりも 16g 軽いと。うん、でまあ言うまでもないですけどもさっきからちらちら見せたのさ、まあ、まあ夏のこの背面がねすげえなって思うんですけど、うん、まあ背面にもこの隅っこ暮らしのキャラクターが。 あのまあ、デザインされてるっていうのがまあ特徴でございましてこれ可愛いい小学生ぐらいの、まあ、ぜひ女の子とかかに、ねうん、持ってもらいたいたなそうですねキャラクターが描かれてるのも非常にいいんですが、うん、実は、うん、じゃあそのキャラクターだけがいいかっつうとそうでもなくてこれは、ね、表面を見ていただくと分かるん割とこのサラサラ系でサラサラ系なんと指紋がほぼつかない私このき好きなんですよ。うん いいよねここれ、ね、これがい、はい、実は、まあ、もう一ついいお話がございましてそれは何かというと実はですねあの汚れないという点ではなんとパッケージにはですね<お>こういうケースが2つ付いてますと。 でまあ、こ,このストラップもこのこコーチがねこのこのこのこれですねこの首から下げる今どきな感じですけども、はい、ちゃんと重ならないように考えられて,、ね、ってそうよりにぎやかになって <laughs>、うんまあ後で説明しますけれども,もう一つのケースはあのタッチデメールというですね、うんえー、サービスに対応した、えー、ケースがもう一個用意されてますが中にスイカが入ってるんですけど。 あのちゃんとこうカバーの部分はちゃんとこのっ子暮らしのキャラクターがこういうふうにいますよという感じでちなみに下にもいるじゃんみたいな感じですねいいやたらと言いますみたいな感じでこういう商品も、えー、ついてきますということですが、はいえー、でちなみに、えー、と本体は指紋センサー、まあ、生体認証は指紋センサー内蔵あのディスプレイ内に。うん 内蔵していますちょっとこれ今設定してないんですけど、まあ、この辺にあの指紋センサーのマークが出てきますけれども、えー、に対応してますとでバッテリーは 4420mAh のバッテリー大体いい100分ぐらいで、えー、フル充電が可能とでさらに背面この隅っこ暮らしのキャラクターがこうデザインされてるんであの前回の「の安心ファミリースマホ」はマークがこう お財布携帯マークがあったここはなんか誰かが隠してるのかなみたいな感じですね、うん。<laughs> ということでないんですけどお財布携帯には対応してますということで、うん、えございますということでまああとまあだからまあ,あの基本的にはスペックとしてはこの辺のスペックはまあ外装の部分に関しては。 安心ファミリースモートとほぼ同じモデルだと思っていただいていいですではディスプレイお願いします続いてディスプレイなんですがフル HD 対応の6.7インチの有機 l ーディスプレイを搭載ということで、まあ、夜間モード読者モードダークモード常時表示なんかに対応してますが、うん、何かっつうと要するにこのロック画面なんだけどこういう感じでクラマー月のマークが出てるんでここに隅っこ暮らしいないのかと思うんですけど、はい、ちょっと内緒ですけど言います。 い,い,ですね、いるの？よく見るといるんですけど、はい、いるんです。はい。まあね、ディスプレイすごく大きいのね、めっちゃいいですよね。はい。まあでもこれでもかっていうぐらい、うん、隅っこ暮らしのキャラクターがまあ使われまくってる。まくってる。Android プラットフォームは基本的にあのテーマ機能つうのがあんで、まあ壁紙とかアイコンとかいろいろ変えたりするんですけど、はい、実はこのアプリ一覧を見るとですね、割といろんなところに隅っこ暮らしが遊ぼうとかもそうなんですけど。 いろいろあってですねだんだん設定アプリもなんかすみこぐらしがいたりですね <laughs>、はい、かなり内容的にはもうあの思いっきりでちなみに設定も開くとですねこれですからねこの設定の横にあるアイコンがあの全部キャラクターだっていうですねかわいいまあ徹底してますよねって感じでいろいろこういうのを探していくと、うんいね、ここにもいたあるんだから見つかると面白いかもしれません、ね、ということですかね。 カメラはい、はい、で背面、えー、とこんな感じのカメラがついております5,000万画素 F1.8 のメインで、えーまあ、4つの画素を1つにして撮るピクセルビニングで撮影して、まあ、暗いととここででも明るるく撮ることができます、うん、200万画素、えー、F2.4 マクロカメラこれは3センチまでの接射に対応であともう一つは200万画素の振動センサーということで振動センサーを使うことで。 えーまあ、いわゆるボケ味の効いた写真を撮ることもできますので,、うん、でフロント側はこのパンチホールの中に800万画素の F2.0 サブカメラもあるんですがでこの辺のカメラのスペック自体はまあさっき言ったその安心ファミリースマホと同じなんですけど、うん、何がっつうとですね、まあ、いわゆるそのこういう感じでですね「うん、何しとんだ <laughs> お前は」みたいな感じがする。<laughs> ついてるんだ、はい、かわいいっていうことはできますんで「アイフレームだよ」って撮るとですね、まあ、こんな感じですね。こういうのが撮れますと <laughs> かわい,いうところでございます。はい、ちょっとっていうところはまあ実は楽しいところなのかなっていう、はいはい、まあこれはだからまあ,まあ対,対象年齢的に考えるとまあ写真撮ってまあ お父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃん妹弟うちのワンコウニャンコを撮ったりする時に、うん、これで撮るとより楽しい写真が子供を撮れるのかなっていう感じはしますけれども、うんはい、こんな感じでございますというところですね、はい <laughs> まあ、あとまあ、えー、その他便利機能としてはまあ,あの安心ファミリースマホの時と基本的には同じなんですけども、えー、電話の録音機能があります。でこれは、まあ、要するに迷惑電話とか、うん まあ詐欺の電話なんかあった時にボタンを押すとこの通話の録音を開始しましたとアナウンスされるんでまあ詐欺電話の人たちもおやべえと思って電話切っちゃうかもみたいな感じのところだと思いますだからタッチ手メール対応で月額500円なんですけど本体にこの装着する作品をお見せしたこの,このタイプの紙これをつけておいてえここにこんな感じでよいしょ。 でこんな感じで装着しますこのカバーを収めるカバーにつけたここにありますけどスイカを使って Suica、えーまあ、だけじゃないですねいわゆる交通系 IC カード全国のやつが使えますけれどもうん、うん、それぞれにタッチするとあらかじめ設定をしておいた保護者なのに通過時刻とか。 駅の通過時刻とかあ<ー>まあ利用駅とかすごいあとチャージの残高とか現在地と同じ位置情報は GPS と言って、まあ、大体おおよそのとこだと思いますけれどもうん、うん、が届くというサービスで,で、まあ、一応最初の2か月は無料で使えますので,、うんでまあ、お買い物のになった時はまずとりあえず2か月それで使ってみるといいのかなっていう感じですね電車に乗って通学してる子とかに持たせたらめっちゃ難し<う>い,いですよね。 安心ファミリースマホの時も触れたんですけど、まあ、要するに地域によってはその鉄道会社がまあ独自のサービスをやってたりするケースがあるんですが全部が全部サポートしてるわけではないのであの地方によっては全然なかったりするから、まあ、そういう意味ではそこで。 え一応電車そういうのやってない地域の子どもたちにとってはまあ,まあ保護者にとってはね正確にはね子どもたちが使うことで保護者に連絡がいくという仕組みになるんでまあ安心かなというところでただこれ気をつけなきゃいけないのはこれ前回の時にもちょっとお話ししましたけどもスマートフォン本体のフェリカお財布携帯ではなくそれはオフにしてこのスイカとかのいわゆるこの物理的な あのカードを入れてお使いいただくことになりますのでその辺をちょっと仕組みが違うので理解しておきたいんですが、うん、一つ不安,不安要素としてはこれはあの僕はもう使い終わったあのこの「Suica」のカードをここに今入れてあるんですけど今カード作れないんですよね。うん うん、なんかチップがないから作れない、うん、って話なんでそうするとなんかせっかくこれ使いたいんだけどすいません JR 東日本スイカ今作れませんとかで話しちゃうと困るんでまあしょうがないからじゃあ無記名のやつをどっかで探してくるかみたいな感じになるんですがまあちょっとそういうことそういうい事情はちょっと踏まえてのお話になりますけどもまああのこれでえ駅の改札でタッチバスに乗る時にタッチからお買い物した時にタッチすると。 お母さんのところお父さんのところ保護者のところで110円買ったわとか、はい、んかあと残残金300円で分とかは分かるし、る今、えー、神保町の駅に神田神保町の駅にみたいなのが分かったりするんで、うんうん、まあそういう使い道になると思います。ねはい、はい。はい、ではそんな気になるお値段をよいしょ、価格はこんな感じになっております。 えー、4万1,040円で、えー、いわゆる端末購入サポートプログラムで、えー、新得するサポートスタンダードを使いまして、えー、と1回目から24回目で1,326円25回目から、えー、あここで返却しても構わないんですが、うん 25回目から48回目では、えー、380円月額ってことなので、うん、普段の料金にプラス1300円でこれが持てるんであれば、まあ、かなりまあお子さんとかを持つ場合でもまあ安心かなということで、ね、2>, え 2, 年2年間使って端末返却した時の実質負担額は3万1824円とかなりお安くなっておりますというところですかね。これは 3, 台あっというう間に行きそう そうなんです。でそ,うううそうなんですよ。だからもしかすると今日流しているタイミングでもう変えないかもしれないんで、うん、ちょっとこのお値段だしね。はい。では先生昨日チェックお願いします。はい。えっ、ー、とまず防水防塵はですね、IPX5、IPX7 の防水、IP6X の防塵になります。はい、えー、フェリカお財布携帯対応してますが、さっき言ったタッチでメールの時はオフにして使います。うん、それから着信拒否ですけども指定不明攻守 迷惑電話になりますと、えー、あと、えー、電話メモはないんですけど実はあのさっき言った通話録音の機能があるので一応それで録音をして、えー、対応ができる、まあ、ちょっと留守の時はダメだということになりますけども、はいえー、そういう対応ができますというところですかね。はい、はい、では続いてはズバリいいところ悪いところです。はい やりいいところ悪いところということで、先生、いいところお願いします。はい。はいよはい、いいところ。すみっコ暮らし。お財布携帯、あんど防水防塵、そしてオリジナルグッズも豊富。<ょ>はい。だって、この端末、何がいいって、すみっコ暮らしだろうみたいな話なんで。<laughs> まあそこが一番だと思います <laughs>、はい、でやっぱりこのキャラクターが好きな人にとっては非常にいい端末だと思いますあお財布形態と防水防塵さっき読み上げましたけども、うん、やっぱりこの日本仕様がちゃんとサポートされてるっていうのは非常にいいかなというところでちゃんとできてるなっていう感じがします。うん、で、うん、オリジナルグッズって要するにだからうう、ね、まあただクリアカバーが付いてるんじゃなくてちゃんとこういう仕組みになってるっていうのがやっぱりいいとこなので。でちゃんとと端末とこの カバーのそれぞれがちゃんとこうコーディネートされてるっていうのは、まあ。変な重ね方とかしてないんで、これは非常にいいかなというところだと思います。ストラップのところにも。ちゃん、なん、その。アクセサリーついてる。あ、ここにも、こう、ストラップにも、この、なんか、すみこ暮らしの、このキャラクターがついてたりするんで。まあ、これ、やっぱり、まあ。喜ぶよね。子供は喜びますよね。って話でございますんで、ぜひ。はい。というところでございました。はい。では、悪いところ。はい。 すみっ,っこ暮らしにどっぷりすぎタッチでメールはフェリカと入った利用安心ファミリースマホとの差額。 自体はまあど,、はい、どう取るのかはそれぞれ好きな人は好きだと思うんですけど、2>, はい、まあ2年間使い続けるっていう意味だと。まあ飽きる飽きない。はちょっとわかんないです。みたいなまあ子供なので、まあ飽きやすい子供だと飽きちゃうかもなみたいなこともあるし、うん、全然平気です。っていう子もいるかもしれない。これはちょっと何とも言えないです。だからまあどっぷりかなり世界観としてはもう入ってるので、うん、中のキャラクターのあのアイコンとかも含めて本当にどっぷり入ってるんで、うん、それを。 ししとととすするかかかなないいはちょっっその次第かなって感じだと思いますしでタッチでメールの話は前回もご紹介したんですけどまあ基本的にこの背面に入ってる Suica と,とかそのいわゆる交通系の IC カードを使ってえそれをタッチするとあらかじめ指定した保護者のところにメールが届くっていう仕組みなのでせっかく本体にフェリカ入っててそこにモバイル Suica もモバイルパスポンを入れられるのに別なカードなんだっていうのはちょっと残念な気はしますということはそこがちゃんとこう、はい。 えー、なかなか理解されにくいかなっていうのはちょっと、うん、残念なところだと思いますけども、まあ、あと安心ファミリースマホとの差額なんですけど、まあ、安心ファミリースマホはかなり安くて2万1千いくらとかなんで 2>,、うん、2万円ぐらい差額があると、うん、そうするとこのケース代とキャラクター代で2万円かと思っちゃうとう,ん,、うん、うーんみたいな感じで、まあ、好きな人は好きだけどどう,ど,うど,うどう解釈しましょうかみたいな感じで、うん、これが1万円ぐらいの差額だとまあなるほどねぐらいなんだけど。うん 2万円差はは結構でけえなっていう感じはするう、ね、まあ逆に言うと安心ファミリースマホはだいぶ意図的に下げてる感じはするのでちょっとその辺をどう見ますかねっていうところはまあ悩みどころもしかしたら安心ファミリースマホを買って住み子暮らしのシールを買ってこうペタペタ貼るとか幸せかもしれない,い、ね、それもあり得るよね、うんまあ、なくはないかなっていう気はするんですけど、うんうん、ただトータルコーディネートとしては本当にきれいにうまくまとめた端末だと思いますね。すねはい、りじゃこれはどういうい人向け いやもうそう説明するまでもな, <laughs> ない隅っこ暮らしの人向けですよみたいな感じですねやっぱり隅っこ暮らしは好きな人まあ好きな、はい、この世界にどっぷりハマりたい人にとっては非常に興味がある、ねはい、これ隅っこ暮らしファンにしては、うん、すごいと思うそう、うん、だって隅っこ暮らしすごい人気ですもんまあね東京駅の下って、うん 地下ってすごいんですよ、なんか、<ー>のそのキャラクターのお店はありますよね。まあ、隅っこ暮らいし、めっちゃ並んでますから、ね。やっぱそうなんだ。いや、これはね、争奪戦になると思います。もう売ってないかもしれない、ね。ネット張り付いても無理だと思います。そんなことないですよ、わ <laughs> かんないけど。<laughs> <う>はい、ということでございますんで、はい、まあ、はい、オンライン限定でございますね、とりあえずソフトバンクオンラインショップに。 飛んでいいただてそこで悩んでいただけるといいかなという感じでございますんで面白いねっていうのが正直なところでこういうキャラものはんか時々出てきてくれると話題性があっていろんなパターンも含めて他社ライバル各社もぜひ考えていただけるといいですしベースになってるモデルは安心ファミリースマホなのでソフトバンクさんのショップで外観はなんとなくわかると思いますけどあとはホームページでぜひチェックしていただければと思います。 ニュース行ってきましたということで先生今回はどこへ行ってきましたかまあちょっと2つほどニュースがあるんですが、はい、ちょっとまず1個目ですね本当前回やってもよかったんですけども KDDI がですね、うん、イライザーという会社とまああの提携をしまして、はい、日本語のえ大規模言語モデルを開発してまあ提携をして生成 AI の活性化を図りましょうというですね 発表がありましたというところでございます。うん、生成 AI のチャット GPT、ね、とかですか。はい、なんかいやちょっと難しいかもしれないですけどいね。オマージェンをするとなんかいろんなものがまあ、うん、レポートができるとか、はい、あのー、画像を作れるとかうん、うん、なんかいろいろありますけれども、うん、まあ実はですね、携帯電話会社ってまあなぜか揃いも揃って各社ともですね、実は生成 AI に取り組んでいま 会社によっていろいろやり方が違ってゼロから作るところもあれば他のまのいわゆるグローバルので強い生 s AI、SI、の会社とじゃあ,まあ組みましょうって言ってみたりとかまあいろんなパターンがあるんですけども。 えーまあ、やり方みんな違いますとでそんな中で、えー、KDDI はそのさっき言ったそのイライザというですね、はい、ELYZA と書いてイライザと呼ぶんですけども、うん、イライザというスタートアップ企業と、まあ、スタートアップだからまあ生まれてほやほやではないけれども、うん、要するに大企業ではないようなそういうスタートアップの企業と組んで大規模言語モデル LLM の普及について、えー、普及に向けてまあ開発を進めましょうという話になりましたというところなんですね、うんえ。その大規模な これあの多分あの皆さんもなんかニュースとかその記事とかでいろいろ見ると思うんですけど、はい、大規模言語モデルっていうのがありました、はい、英語で書くと「ラージュランゲージ・モデルズ」って書いてるんで、うん、だからその頭文字を取って「LLM」なんですけど、うん、ちょっとだいぶ意訳しますけど、はいまあ、いわゆる自然言語皆さんが使う普段使うような自然言語で情報処理をするための技術。うん いわゆる一種の、まあ、人工知能と思っていただいていいですしでこの LLM を使ってもう含む形で現在の生成 AI が成り立っているというか、まあ、あの組み込まれていると思っていただいていいです。で ただこの言語モデルって例えばさっき言った生成 AI チャット GPT で前もねちょっと例えば Windows のコパイロットを使ってバーカウンターに置いてあるおいしそうなカクテルって言ったらなんかそれらしいのういうのは作れるんだけどそれは画像じゃなくて言語例えば「すみっこ暮らしについて200字で説明して」って言ったらそれにまあ見合うような言葉をいろいろ。 説明してくれるんだけど、うんうん、それをするのはまあ言語モデルの力を使ってるんですが、はい、言語モデルはいろいろ学習をするので、うん、ところがまあここで扱う言語モデルというのは言語を扱うわけなんで、うんうん、実はまあ言語を扱うんだけどもそのベースになっているいわゆるそのまあ最先端を進んでいるグローバル企業、うん、例えばそのチャット GPT をやってる OpenAI とか。うん、あの イーロンマスク、あのう、ツイッター、現エックの。イーロンマスクさん、イーロンマスクさんのところは手掛けてるものもそうなんですけど。はい、基本的に、今、そのグローバルの言語モデルの、まあ、なんだろう、その先端を言ってる人たちは。基本的に、みんな英語、だから、日本語は日本語の言い回しとか。あるじゃないですか。で、それを含めて、ちょっといろいろ考えませんかということで、グローバル企業が。 開発したそのオープンモデルを活用しながらちゃんと日本語を扱えるようにするモデルを作りましょうね。うん、それを開発してるのは実はイライザのまあやってるお仕事だそうです。まあちょっと難しいんですけどまあなんとなくイメージはできました。まああの技術の話なんで、うん、あんまりあの内容はそんなに これだからこうだみたいなことを理解しなくても基本的に最終的に僕らがみんなで使う時に便利かいなかって話でしかないのでだからただイメージとして理解してもらうので全然僕は十分だと思っています。で要するにまあ日本語がちゃんと分かる生成 AI ですよねっていうのをまあ作りましょうっていうお話になってくるんですけどでそのイライザー いう会社は、まあ、実際その,、まあ AI の開発してるんですけど、ね、しかもあの、まあ、AI も、ね、いろんなジャンルに応じてそうい,ろんないろんなのが出てくるんですが、うん、今彼らが作ってるその、えー、AI のモデルは結構実は性能が良くて今なんか日本語扱うものとしてはトップクラスだそうなんですけど、うん、で彼らはその会社がですね面白いのちょっと僕は面白いなと思ったんですけど AI を作ることだけじゃなくて社会実装していく企業の活動とか。 我々のの生活の中社会に対して組み込んでいきたい AI を、はい、っていうふうなことを挙げてらっしゃる企業だそうで、うん、具体的に JR 西日本、うん、マイナビから明治安田生命など大手20社ぐらいの企業の業務改善にこの AI を活かせないかっていうのを、まあ、実証実験とか導入を進めているそうなんで。うんはい、KDI も実は あのサポート、うん、例えば問い合わせがあって、それに対して、今チャットで答えたりするのを。まあ一応それをじゃあ、うん、じゃ、A. I. で、このイライザーを使った、ちゃんと日本語の言語モデルを使った。っまあ、答えられるようにしていけるといいな、みたいなことを考えているそうです。という感じです。ね、はい。まあ、でも、やっぱり難しいですね。はい、そうね。<laughs> でも、まあ、いろんな、その業務に役立つっていうことは、いいことだと。まあ、そう、うん、そうだと思います。はい。あの、いかに、それは要するに A. I. を。 どうかかしてていくかって AI もその本当になんかいろんなのがあるので、うん、そこの生成 AI をどうやって生かしていきましょうかということが結構鍵なんですけど、うん、まあこういうことに関してもまあちゃんとその、まあ、目くばせしてるというかうん、うん、ここで提携してなんか、まあ、その例えばものの販売とかもそうだしいろんなものを作る上で、うん、まあ AI を生かせるそのさっきのサポートの話もそうだけど。はい まあできるののはいいのかなってそういうところをまあまあ着眼してやっていってるのはまあ k d i さんらしいなというところでですね自分たちが使う上でどこに生きてくるかはまだちょっと見えてこないですけれどもあのそうそうそうでもまあなんだろうこれを初がまあどう受け取るかだけど例えば何か a のスマートフォン使ってて分かんないなと思った時にチャットで問い合わせて答えてくれるのが AI です ってなったらカチンとくる。なんだよ一生懸命お金お金払って私使ってない何に何 A I が答えてんのよと思うか。あ <laughs> A I なんだいい答えくれるかなって思うかっていうのはどうですか。ええー、わかんないな。実際でもやっぱやっぱ実際使ってないとない。まあ答える内容によるわ、ね。そう、ね、やるよね、うん、確かにね。ということで、はい、まあちなみに今回デモの中でいくつかあったの中で一つ面白かったのはこれ、はい、長崎とかだったと思いますけどなんか長崎にの長崎って行ったことある、うん？ないんですよ。長崎 っもう坂多いじゃないですか。はい、長崎は上り坂と下り坂どっちが多いですか。坂が多い。どっちが多いか。上り坂。あく下り坂。下り坂。<laughs> り坂これは引っ掛け問題で、これは引っ掛け問題で、上り坂と下り坂の数は同じなんですよ。なぜなら上る坂は下る下るわけだから。はい。やだ。ということなんですよ。そういうのもちゃんとこの開発したイライザの、うん。 AI ではちゃんと理解をしてこれは引っ掛け問題です同じですって答えてたんでそういうことこれだからこれはだから日本語の大規模言語モデルっていうそういうことなんで。ということで k d デさん頑張ってくださいってことでイライラさんも頑張ってくださいってことでございました続いて2本目これはですねなんと3月21日にですね突然と言っちゃあれなんですけどどこのさんから新しいプランの発表がありました。簡単に言うとソフトバンクさん ペイネカツっ、うん、って言やって一やますよねうん、うん、<laughs> 楽天も当然ねもともとポイントでいろいろ楽天証券とか楽天ポイントクラブでいろいろ連携してますからやってます。すね、とっていうことでドコモもやるでしょうって話で、ね、ドコモさんがいよいよ、えー、ドコモのポイ活プランという名前になるそうですけどもそうそうドコモポイ活プランっていうのを始めるそうですということで。はい でまず第1弾は4月1日からもう提供開始してるんですけれどもどこもポイ活プラン、えー、アハモポイカツというのが始まりまりすうん、うん、でじゃあ他どうするんだよって話なんですけど、まあ、一応今年の夏から秋にかけてエクシモ、うん、要するにあの段階制で上限なしっていうやつですけれどもエクシモの方も一応ポイ活プランを提供する予定ですがまだ詳細は決まってないので4月の段階ではアハモポイ活からまず スタ,スタートとということになりましたちょっとポイントの話を少し振り返ってしておくと今例えばドコモさんは、まあ、言うまではポイントは何に言ってた D ポイント、うん、なんと D ポイントクラブの会員数はすすででに1億を超えてるそうポイントのその会員の数としては、うん、多分もうトッ,、まあ、トップクラスだろうなという感じがしますと。うんうん まあ、D ポイントいろいろねそのたまるんだけどドコモの携帯の料金の支払いからもたまるし街中でもその利払いとかでもたまるし、うん、まあネットショッピングでもたまるし、まあ、あと最近だとあの何スポティファイとかレミノとかああいうのをドコモ経由で入るともらえる、うん、あの爆上げセレクションっていうのもあるし、はい、まあ割といろいろポイントはたまるようになってきてますっていうとこなんですが、はい、で今ちなみに D ポイントの利用可能な店舗数というのは523万箇所。うん 23万ですすすからね、まあ、すごい数なんででけどす、ね、でポイントはどうやって,使ってる皆さんが使ってるかっていうと去年の集計によると去年の後半かな秋ぐらいの集計によると D ポイントを利用可能な店舗での利用率が85%を占める残り15%はドコモのサービスに使っていると。ななるほどなるほほどどだから例えばお店にいて D, D 払いで D ポイントで払えますみたいなとこもあるしうん、うん、例えば。 まあ僕はやってますけど日光フロッキーってあの D ポイントで投資ができるやつでじゃあ分かりましたじゃあなんとかの株インプレスの株買いますみたいな話をやってるとかって人もいるしまあいろんなパターンありますけどそれが非常に増えてると。でじゃあ決済はどうかっつうと,えと決済はまあ,まあドコモさんは D 払いあのいわゆるコード決済ですね。まあ実際は D 払いで払えると言いつつ D 払いの後ろ側にいるのが今 D カード紐付けは D カードにして 払うパターンが増えてるんで、まあ、それが還元率も増えますというところでございますんで、えー、まあ今520万箇所で使えるそうですからいろんなところで使えますというところですと。はい、じゃあお買い物で D, D 払いして貯まるし、えー、っと D ポイントもいろいろ貯まりますよねっていうことでじゃあこれらを連携させた新しい料金プランを作りましょうといったのはさっき言った「どこもポイ活プランで」で第1弾は「あはもポイ活」になりますと。うん というところですと、はい、でじゃあアハモポイスって何やねんって話なんですけど、うん、まあアハモは2021年の3月にスタートして、うん、もうだから、えー、234ってきましたから、まあ、丸3年経ちましたと<年>途中にちょっとバージョンアップがあってあのアハモ大盛りっていうのが、ね、<laughs> ありましたけど20ギガのプランだったのになんかプラス80ギガ追加できますみたいなのがあって<う>で,で今年の4月から今回から始まるのはこの20ギガ足す80ギガにした人要するに大盛りにした人が、うん このプランに加入するとたくさんポイントがもらえるもらえるという仕組みになっていますこのアハモポイカツっていうのは100ギガで月額7150円、はい、アハモは確か3 0ちょっと3077円とかなんで4000円ぐらい高いんですけどこれをですねあと D 払いでお支払いをして 3%還元なんですが、はい、これを10%まで還元するようにキャンペーンを実施しますと、はい、そうすると月に4万円もし D 払いで払っていただければ4,000ポイント返ってくるのでもともとのアハモの料金,料金プランの3,000円ともらった4,000ポイントで この月に払う7,150円ぐらいまでいきますよね,ねっていうことで加入していただければかなりお得ですよ、ね、っていうことをアピールしたいと4,000円分負担は増えるけど容量データ通信の要領もガンと増えるしなおかつその4,000ポイントを差額分ぐらいはポイントで返しますからそれは有効活用してくださいねということなんです。うん、一応キャンンペーン期間中は、D、払いが最大1 えー、さらにポイントカードでお店によってはプラス2.5%、うん、らにキャンペーンアハンをポイ活の場合はプラス10%だそうなので、うん、合計最大13.5%だから1万円買って1,350円、はい、1,350ポイント返ってくるみたいな計算になるそうですということで、うん、まあキャンペーンはちょっとキャンペーンなんで,ま,で、まあ、まあ期間ありますけれども、はい、ちょっとまだ あのいついつまでってまだ明確に言われてないんですけども。ていということで4月1日から始まりましたのでなちなみにそれ以外の料金プランとしてエクシモ夏から秋にかけてやるって言ってるんで、はいうん、おそらく、まあ、iPhone が発売される9月ぐらいにやるんじゃないのかなっていう気はするんですが、うん、やるそうですで、これはまあ要するにシステム側の準備ができてないんで、はい、まあちょっとするようになりますということでただここで気になるのは、まあ、アハモンはやります、うん、アハモンポイカスね。エクシモポイカスも夏になっております。うん どこもなんかも儲くなかった。ね、石原さとみが何か言ってる、あったね。下がるかしらってなんかあの化粧品みたいな CM やってるじゃないですか今。あったね。うん、イルモ。うん、今回のこのどこもポイカツプランの対象には今のところイルモは入ってません。はい、入ってないんだ。うん、なぜなら商用量プランなんで。 ああなるほどね。で実はこのドコモポイカスプランがえっ、ー、と出てきた背景にはドコモさん曰く若い世代の人はアハモですげえたくさん容量を使うと。うんうん、標準の二次ギガだけじゃなくて大盛りにしてさらにもうガンガン使います。はい、でかつそのお客さんの層と実は D 払いをたくさん使う層はまあ最近増えてきてると。うん、これを重なる部分のところに対して、うん。 まあサポートするというか、ケアするというか、提案したいのが今回のアハモポイカツだそうです。まあ説明はね、そこまで、で理解しました。なんとなくわかりました。はい。さっきの大規模言語モデルよりは、分かった。分かった。分かった。で、なんですが、まあこれ突っ込みどころ言っておくと、4万円 D 払いで使う。月に。使う。四万円使う。ディー払いで。何で使うの。 今結構 D 払い加盟店増えてるからもう何でもだからまあ普通にドラとかでも D 払い今できるしあとまあもともと D 払いはどこでどこで使えるのが強かったかっいうと圧倒的にコンビニとドラッグストアなんね。 うよ,ようやくちょっと最近ファストフード、まあ、マクドナルドとかそういうファストフードがだいぶ増えてきたけど、はいはい、そうなんだもうザラとかで使えるのザラとかも使でちなみに僕的に言うとそんな D バラで4枚なんか使わねえよと思ったんでドコモの人に「いやそりゃそんなに D バラで使う人います?」って言ったら、うん、いやー実はですね ちょっとこう詳細なことはお伝えできないんですけど、はい、実は増えてるんです、はい、何が増えてとその方がおっしゃってたんです何が増えてるかというと飲食店、うん、それこそ居酒屋から、ね、レストランから、ね、みたいなところが D 払いが増えてるとっていうところもあって、うん、そこで払うと例えばみんなでご飯食べきましたじゃあ例えば。 皆さん会費で5,000円ずつ自己選択集めたじゃあ俺が D バレーでまとめて払うポイントもらったみたいなよくクレジットカードの時やったようなネタが割とあるそうでそういうところが増えてるのでまあ,まあ4万円は使う人はいると思いますよと僕はだいぶこう。 諭さみたんですが、はいな感じですね。ということでございますので、まあ、そういうちょっといろいろどっちが正しいか僕はちょっと今のところ掴めてなくて、はい、ドコモさんには「はい、いやつうかだったらさ D 払いどれぐらいの人がどれぐらい使ってるかぐらいの指標を出しなさいよ」って言ったんで、うん、次の時より出してくれると思いますけども。というのがありますんで、ね、詳細は携帯うちにも記事出てますしドコモさんの、えー、とアハモンポイカスのページにも出てますんで、はいえー、ちょっとチェックしていただいて、えー、おそらくギャラクシー s 2 4 買う頃に菅谷発ツがですねリーバライで大量に使って私アハモポイカツにしましたって言ってくるかもしれないので <laughs> それはまた続報を増したいと思います <laughs> ということで、はいはい、今日は、えー、大規模言語モデルは難しいけどい、うん、ポイントはなんとなくイメージは挙という話でございましたうん、うん、はいありがとうございますはい今日はこちらソフトバンクスミッコグらしスマホこちらをご紹介しましたけどケースだけじゃなくてそうこれ見てください 箱も箱もしかもこの正面だけじゃなくて横もは入ってるっていうこのもうもうね3,000台限定なんでもう今今すすすぐぐでとりあえずソフトバンクのホームページソフトバンクオンラインショップのページに行ってだいてあるかないかを買うんであれば買える時に買うのが いいよねっていう感じでございます、うん。ぜひ、うん、はいご検討いただければと思います。うん <music>